ではですね、東大マジックということで、はい、この本の中にはね、はい、載ってないんですけれども、はい、ちょっと僕の中のイメージは東大マジックってこういう感じかな。あ、なるほど、はい、ちょっと多少数字が入ってたら東大っていうバカな発想やっていいですか。はい、どうぞ。楽にできるマジックです。どれでもいいですから、フォースじゃないです。1枚付けないを取ってください。これやってます。僕もなんか適当に取りますよ。はい、だから、ね、よく覚えてください。はい、覚えました。はい、そしたらね、マークは関係ないです。はい、これの数字だけです。はい、その数字2倍してください。はい、2倍しました。はい、それに2を足してください。はい、さらに5倍してください。はい、そこからね、8を引いてください。これ8を引く、うん、はい、いいですか。はい、2人が選んだらここに置いときます。はい、さあ、いくつですか。32。32になります。すごい。デブです。デブです。チャラです。面白いね。僕、デブです。デブです。チャラです。適当でウエッス。適当。ウエッスでした今。ウエッスでした。適当だ。テイクツ適当。いやいや、面白かったね。テラさんが持ってきてくださった、はいはいはい、本です。東大式のお、簡単なのに超ウケるトランプマジックということで。イエーイ。東大式ですよ。ねえ、どこがどこがって言います。東大じゃ無理じゃん僕。いやいや、東大式ですか。式なの。式です。楽しいマジックいっぱい載ってます。はい、いっぱい載ってます。僕でもできましたので、はい、とっても簡単にマジックできると思う。ちょっと一つずつやりましょうか。はい、やっていきましょう。お願いします。お願いします。じゃあ3人の中の誰からやろうかと思ったんですけど、はい、どうしましょうかね。やっぱり一番どうですか。立ってますからね。立ってますから僕立ってますね。はい、はい、もう僕やりたいと思います。もう本当ですか。はい、ちょっと練習してきたんで。お願いします。やらせていただきたいと思います。はい、まあ、ここにカードがあります。はい、今回トランプマジックということでちょっとカードを使わせていただくんですけど、はい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 、お客さんに、はいはい、好きなカード1枚僕見ませんので。 OK です。わかりました。はい、大丈夫ですか。はい、はい、じゃあお借りします。はい、このカードで。はいはい、はい、でちょっと混ぜますね。上から1、2、3、4、5枚取ります。ほう、5枚。この中に当たりはありますか。ありますね。あると思う。あ、ありますね。はい、あります。あります、はいはい、ありますか。あります、はいはい、あります、はい、ちょっとじゃあ僕がこの中に叩くので、はい、ほう、一緒に出します。ほう、叩いて出すんですか。いきます。はい、これなんか1枚だけ残ります。おえ、これが当たりのカードでした。ありがとうございます。すごい、ありがとうございます。チャラです。じゃあですね、次は誰行こうかな。そうですね、持ってるトランプ持ってる、ね、もうやりたくてしかないみたいな。そうなんですよね。はい、やりたくて。お願いします。お願いします。今日はあの東大式なんですよ。はいはい、なんか東大っぽいこの脈拍っていうのを使ったマジックなんですよ。かっこいい。相手の脈拍を使って選んだカードを当てるっていう。なるほど、すごい。何でもいいんで一応選んでもらっていいですか。どれでもいいですか。どれでもいいです。じゃあこれお願いします。はい、じゃあ見せてください。じゃあこれお願いします。おー、いいですね。はい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 、こう戻してもらって。はい、よろしいですか。はい、入れます。これで、指をですね、こう出してほしいんですよね。どんな感じですか。この辺に端っこの出してもらう。ここな感じですか。はい、はい、で、ここで脈を測るんですよ。はい、で、これカードに近づくにつれて、はい、高くなってくるんですよ。もう高くなってます。あ、結構高くなってきますね。高い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 。これこれじゃないですか。当たりです。すごい。脈で分かっちゃうんです、これ。脈で分かっちゃうんですか。脈で分かるんです。一言いいですか。はい、チャラ
女性の方が分かりますよね。そうですね、女性の方がいいかもしれないです。女性の方がいいんだ。女性の方が分かりますよねって言ったら、分かる分からないじゃなくて、女性の方がいいですよね。素直な感じで。素直な感じで。ありがとうございました。ありがとうございます。いやー、じゃあトニーさん、次ちょっと誰にしますか。身構えてる。身構えてる。身構えてる。いますね。身構えてる豚がいる。身構えてました。いやー、やってくれるんですか。いいでしょう。ありがとうございます。何も入ってないですよ。本当に入ってない。入ってないですよ。これですね。2枚だけ使います。スペードの3とダイヤの。何も入ってないです。何も入ってないですね。入ってないですよ。はい。2枚だけ使います、はい、スペードの3とダイヤの12、はい、入ってますよ。入ってますね。ちゃんと入れましたね。入れました、うん、確か心の中で1つだけ選んでください。はい、選びました。選びました。はい、トニーさんが選ばなかったやつを出して、兄さんのこの中に残ってます。はい、はい、選んだら何ですか。ダイヤの国。おお。ダイヤのクイーンだ。すげえ。っていう、すごい、ということで、はい、東大式どうでしたか。いや、果たして東大式なのかっていう、うん、そもそも東大行ったことがないから、行ったことがないから分からない、どれが東大だか分からない。そうです、うん、立大式としてはどうですか。いや、ところどころ東大っぽいの出てくるんですけど。どこですか。いや、脈とか東大じゃないですか、やっぱり。あー、脈東大っぽいですよね。それさえも分からないんですよ。確かに、なんか脈をなんか体を使うみたいな。そうですね、そこが知りたくない、そういうんですよね。触れられるっていうのはそうですね、うん、ねえ、はい、僕それ思うと、なんか東大式っていうイメージよりも、はい、チャラ式っていう強いんです。ただの変態ですからね。でも、いろんなマジック載ってていいですよね。いや、すごくいいですね。まあ、カードだけですよね、それ多分、うん、トランプマジックそうですね、はい、入枝さん自体がすごく本当に面白い方で、はい、クリエイターですからね。あ、クリエイターっていうか、いろんなの知ってて、はいはい、見せ方が上手いですし、うん、ショーをね、拝見したこともありますけども、うん、素晴らしかったです。いや、今度見てみたいです。はい、はい、またよろしくお願いします。これ、あの、F だとか10以上だと大変なんで、それが選ばれないように F だとか大きい数字ですね、10以上は上の方にしま置いときます。その上にこう割と小さめな数字を乗せてひっくり返して、こうやってやるとこの辺 F だですから、この辺なるべく取られないようにして、好きなの一つ取ってください。はい、取ってもらいます。で、自分もこうやって取るんですけど、こういった時に今見ちゃいます。これなら3ですよね、うん、3だなっていうのが自分は分かってます、はい、で、これ必ずやるんですけど、まず2倍してもらいます、はい、ここまではどのパターンでも一緒です、うん、2倍してそれを2を足してください、うん、あ、見てくださいね、はい、カメラさんにもお願いします。じゃあ8ですから、はい、8を2倍すると16ですね、16、はい、それに2を足してください、18で、それを5倍するの大変なんですけど、確かに、うん、18、5倍、しかし5倍、はい、計算しますか。はい、はい、18の90、はい、そしたら次に何かを引いてもらうんですけど、これはその時によって違います、はい、自分のこれを見て、これ3ですよね、はい、10からこれを引いた数字、これだったら7ですよね、 7、はい、7を引いてくださいって言います、はい、そうすると83ですね、83、はい、で、これが83、そちらから見ると83。おお。もう一回やってみましょうか、はい、好きな数字取ってください、好きなの取ってください。2、あ、それだったらやらしいですね、はい、2倍してください、はい、2を足してください、6ですね、はい、5倍してください、30で、僕がこれ5ですから、はい、10から5を引いた5ですよね、はい、そこで言います。そこから5を引いてください、25です、25で、せーので見ると25、これ大事なのは
これあの僕たちから見ると50人になってるんですね。今カメラの方からですか25でこのままやりましたけど、お客さんが横にいる場合はこっちですね、うんに出せるようにすると25ということになります。簡単ですからやってみてください。ありがとうございます。